よちゃん、よちゃんの、愉快な、不動産屋さーん。ん はい。<laughs> はい。はい。チーズ。はい。はい。えー、火曜日の夕方6時を回りました。なおちゃん、ようちゃんの愉快な不動産屋さんの時間です。はい。えー、なんか今日も寒いですね。沖縄は薄暗くて。<laughs> ちょっとまだ冬が続いてるのかなという天気ですね。あー。 そんな中、えー、今日、なおちゃんが告知してた通りお休みなんですよね。僕一人でまたやることになってるんですけれども、えー、なんか緊張してますが、なんとか頑張って1時間盛り上げていけるようにしたいと思います。<laughs> はい。えー、この番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいるなおちゃんこと、 大波不動産いはな親と、洋ちゃんこと、沖縄チラシマ不動産浜崎洋一の二人による、日々の何気ないことから、不動産に関する情報やお悩み相談まで、時にゆるーく、時にはズバッとお届けいたします。番組中、メッセージを募集していますので、不動産に関するご質問やお悩みなど、またその他何でもいいですので、どうぞお気軽にメッセージをお寄せください。 メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p ファックスは098-934-8653934-8653ですまた f m コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています f m コザのホームページからご覧いただくことができますのでそちらもどうぞお楽しみください、えー、ツイキャスからですねコメントを送ることもできますのでぜひぜひ、えー、メッセージをお寄せください はい。ということで、今日は3月1日。多分、県内の高,高校だけですかね。うん、卒業式だったかと思うんですけれども、今日は学校前あまり通らなかったので、そんな <laughs> 風景を見なかったんですけれどもね。今日のゲストさんたちはどうだったんでしょうか。もう早速、ゲストのご紹介しても行 <laughs> きましょうね。はい、一人でこう。 はい、話すのもちょっと寂しいので、き今日のゲストですね素敵なゲスト、今、お二人ですけど、あ後からまたいらっしゃるのかな。はいえー、では、自己紹介しましょうか。はい、自己紹介なんだ。じゃあいいですよ、ね、<laughs> すみません、じゃあいいです、じゃあからあ。もう、そうですね、<え>ご兄弟なんですけどね、じゃあお姉さんの方からお願いします。はいえー、っと3サイズは上から <laughs> そこも言う <laughs> あれ、いいですね。それは百百じゃないの。ドラえもん。ドラえもんじゃないしえっと、シママス二十期卒業、大城良子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、あの大城の弟の浜ひがです。僕も二十期です。兄弟でシママス行きました。って前話したよね。そうですね。ええ、そうなん。ええ、知なかった。 えわかんない私あんたと出たことないもん <laughs> 一緒に出てないか出てないですあ出ての初めて、うん、え二人で、ま、出,てか出てないよああでも緑さんは二回目ですからねそうだ前はお一<は>人で、うん、1> 俺一人で来たんだっけねえねえー、あもしかしてあたしネタで 盛り上がってたのまた。いないところで。これ。<laughs> 著作権にかかるからね。<laughs> ちょっと著作権言えてないからね。<laughs> <laughs> はい、音の件です。まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、兄弟、はい、喧嘩はほどほどにしてください。今日は。お家でね。<laughs> ゆっっくくりやてださいそうですねもうけんちゃんさんは何度もこの番組に出ていただいてひょうこさんは2回目ですね前はお一人でいや私はと隼人さんとかあとから森田さんとかそうでしたねそんな感じかなマスプロジェクトの時そう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 そはいはい告知でそうでしたねなんかコスプレしてきてましたよその時 たらありゃしないね。あれなんだろう。なんで、なんか、体が頭みたいな感じになってゃいました。さすがに今日はできなかった。ニコちゃん大魔王みたいな。なんかそんな。わかるから、ニコちゃん大魔王。みんなわからないんじゃない。僕ら世代。僕ら世代じゃないですか。あ、わかりますよ。あられちゃん。いや、全然わかりますよ。嘘。世代。僕ら。そん、真ん中じゃないかなと思う。んですちょうどいいぐらい。 うん、ちょっと安心。ニコちゃん大魔王。あ、ニコちゃん大魔王。みたいな頭がケツの、成人ですよね。懐かしい、囚人。懐かしい。懐かしいですね。今日、何か、あの、卒業式。そういえば、お子さんいますけど、そういうことではなかったです。はい。はい。あ、ありました。実はですね。あ、あったんですね。実はですね。知らなかったんですけど、振ってみたら。まさか。はい。高校三年が、いたんですよ、うち。はい。いや、いるんですよ。うん。それがですね、単位足りなくて。 <laughs> 今日は見送りになりましたあそんなこともあるんですかあるんですよね2回目の卒業式があるってことでそれに向けて今追試勉強中でどうなるかという感じなんですよえー <laughs> <う> <laughs> 無意中の何かを喋ってるけどどうしましょうこんな展開になるとだからちょっとどんよりしてきた天気よせおめでとうだからわーってなるところだはずなのに2回目に挑戦そうですかでも大丈夫でしょ無事卒業できますよね大丈夫だよ何苦労ないですか3年をもう1回やっても経験かなとは思うしそうだよね早く出たからいいってもんでもないよ 分からんけど自分の子供だったら嫌だなうちの子だけどそうだったんですねそうそうそうメッセージが来てるのでちょっと紹介してもいいですかはいどうぞどうぞあ誰からそうですね何名か来てらっしゃいますねツイキャスはこっちで見れるようんえ何からかなあっきーさんからですね遠足君音声変になってますということなんで けれどもその後のちゃんおかさんもですねああまポテト好きで有名なよちゃんゲストさんこんばんはということでちゃんおかさんもツイキャスの音声おかしいよということなんですけれどもえんそさんこれどういうことでしょうああ大丈夫ですかああそうですね開始お願いしますツイキャスが切れてたなもう一回お願いしますオッケー今来た大丈夫ですかライブ開始じゃあさっきの さんの卒業生の話はカットということで繰り返します。はい。いいです。いいいやいやいや。また話戻す。またどんよりする。やめしょう。でも本当はね、今日卒業した皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。何校 ?63 校かな、県内。そんなにあります？六63だったとも調べてみたら。何名卒業

ケンゃんさんのところはもうお子さんはもう皆さん大きいでも僕は3人か。うちは2人で2人で。あんまり引っ張らない方がいいかなでもいい男だよ。おっ。ああ、レコさんの。次男くんは。あそうなんですね。モテモテだぜよ。ああ、前になんか、まあ、言ったらあれかな。なんか彼女さん、なんか連れてきたとか。 ああ、もう、普通だよ、今普通ですよ、それ。彼女連れてくるって。ええ。え、いないのが。とかじゃない。あれ、うちの娘、いない。あれ、またどんよりしてきたよ。こんなこと言ったら、だめかな、怒らなくな娘、き、聞いてるかな聞いてないはず、多 お父さんやお母さんやお母さんや何の話してるやめましょうじゃあ実はいるよとか言われてからショックになったああそうだねまだ早いあそうだねお父さんの前だからね言えないよねでもどんなかな娘ほら唯一と娘がいるじゃないはいまあ生まれたてのはいあのやっぱり感じる男は 絶対連れてきてほしくないああどうかな今はまだ早いねいやでも私の友達の旦那さんとかもうすでにだったから生まれたとたもう可愛くてしょうがないどこにも出さんぜみたいなお礼のだよみたいなあるかもしれないでそうなんだでも子供生まれた時にあの奥さんと子供が崖で落ちそうになってから究極の戦国ぶら下がってますはい どっちを助けますかっていうのをよく話してどっち生まれの前までは奥さんさって言ってたけど生まれてからは奥さんの前では奥さんさって言うけど、うんはい、実は子供みたいな居酒屋でよく話してたけどどうああ旦那助けるか子供助けるかどっちも助けるかな <laughs> 自,分自分が大事。待って待って<ー>結婚してなんね <laughs> うん、<ー>先輩ぐらいになったらそうなる <laughs> うねそうですね。う切ない世,知辛い世の中を知ってしまった <laughs> そうですね一人になりたいと<笑><笑>何があったのか <laughs> 愉快じゃない不動産屋さんみたいな <laughs> 人生相談みたいな戦し <laughs> 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 分かりました、はいうん、えっともう,もうねゲストさん目の前にいたんですけど入ってこないんですかね、はい、入ってこないのかな後から曲 ちょっと、ね、はいお子さんがぐずっちゃったもんですがそうですねちょっと機嫌がよくなるように、うん、1>, っと1曲目いきたいと思います、はい、<laughs> この曲聴いてね元気になったらいいんだけどね、うん、えっとちょっと待ってくださいよなるよきっとはいみんな大好き「アンパンマンマーチ」ー <laughs> 俺言ってた今「アンパンマンマーチ」<laughs>「アンパ,ンパンパンパーチ」になってたよ <laughs> この告知っていうことだったんですけどねえ純ちゃん来ないねじゃあ話してるうちに来るんじゃない適当に <laughs> <laughs> はーい始まりましたじゃあ ゲストさん、一人になっちゃったよ、ケンちゃんさん。どういうことですか、これは。だからね、冬じゃない。あれ急に寒くなってね、そうでさも。風は大丈夫僕ですか僕は大丈夫です。子供たちは。ちょっとね、子供たちが最近ですね、初めて熱発しまして。 これ焦りましたね焦るよね、一人でも焦るのに、今回の場合は僕らは男の子と女の子の双子なんですけど、女の子の方が先に熱発しだして、ちょっと映らないように遠ざけて、一人で対応するように、この熱発が、女の子だけで済むようにってやってたんですけど、ねそしたらなんとか病院連れて行って、なんか薬もらって。 看病、まあ、してたら1日ですぐ、うん、元気になったんですよあよかったと思ってああ <laughs> 入,入ってこないですね <laughs> お隣の BC スポーツの稲峰さんああそうだったんですね、うん、そうそうで女の子元気になって、うんうん、ああよかった安心した映らないでよかったねって言ってる間に男の子の方も。 次の日熱発してあれ時間差でたな時間差がいいのかねいっぺんにがいいのかな時間差がいいんじゃない楽じゃないまあ時間差でよかったですよいっぺんに来たら大変だったんだけどねえっふたこちゃん風邪入ってた風邪というか39度出たってよねえと大変でしたね原因がよく分かんないんですよ風邪じゃないんじゃないですかねんなんですかあ分かった夫婦喧嘩したでしょああえどういうことですか夫婦喧嘩するとあれなんですか 親が喧嘩してたりとか、うん、ちょっと親の心が子供に現れてっていうのがあるみたいああそうなんですか、うん、言うよね、うんはあ、いや あったかな。大丈夫ね。気づかないのか。いやいや、だよ、比較的円満だったような。今円満でしょ、まだちっちゃいのに。そうですね。楽しんで。こうなるよ、後から。どうなるばこうなるよ。サビ、どっちも助けるけど、なよ。どっちが助ける。何か、い、痛いんでしょうね。怖いね。怖い怖い。 うちの神さん、容師なんだけど、2つ上で、年はネーネーと一緒で、そうそうそうで、いろんな先輩方も来るって言って、いろんな話をしてくれるわけ。あそこの家庭はさ、こんなだよとか。いろんな話って、その家庭の話なん年取ったらこんななるってよみたいな、今遊べるけど、年取ったら、の親の介護とか。 うそういうのも出てきてだから今遊べんといけんわけって言って4時まで遊ぶ4時みたいななん <laughs> <laughs> で普通じゃない普通って <laughs> 今このボリュームのメモリが振り切れましたよ。よしってうから赤くなりました。ラジオで聞いてみびっくりしちゃう。えこんなに大きく喋ってみたいな。すいません、ちょっと感情出ちゃった。やっぱり遊べるときに遊ぶって。 とても感じますね今は全然どこにも行けなくて、あ<ー>まあそれこそね、先週でしたっけ、あの、うん、島松記念塾のデ、ね、ィ、うん、ベート大会があって、うんうん、もう今回ね、残念ながら、島松記念塾自体がお休みにな,みなっちゃうっていう、まあ、最後の、うん、日でもあったのかな。うん、いいね、お休みって表現、帰ってくるよそうそう 楽しみにしていたんですけどね、もう例年だったらね、二次会まで、なんか打ち上げまで遊びに行ったりしてたんですけど、もうそんなの絶対できませんね。だって預けてはいいんじゃない別々で。今まだちょっと。そろそろ5か月になります五5か月か、まだか、まだか。今控えてますねでも今が比較的、手かからないから楽よ。 いい時間そうだね、そうですよね。今預けたほうがいいんそうそうそう、今日事件があったんですよ。まあ、急に話あれなんですけど、そう。ちょっとここのラジオ来る前にですね、ちょっとお家寄ったんですよ。そして、まあ、ちょっと子供たちどんなかなって様子見に行ったんですけど、そしたら、その今さっきですよ、初めて女の子の方が寝返りしました。おい 卒業メドト。そうそうそう。だからね、動画とか撮っとけばいい。撮らなかった。そう今ねずっとこう回し蹴りみたいに足をバタバタしてたんですけど、いつやるかなやるかなと思ったんですけどね。なんか見ました。っとけばいいのに。面白いね。二人ほらいるから。はい。女の子が先だったんだ。そうそうそう。どっちが先生まれたの？女の子のが一応お姉ちゃん先に生まれで、まあ一本違いで。 割大きかったよねう今はもうほとんど差はないんですけどねうだから寝返りしたということはこれからどんどんゴロ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 転がっていくから、うん、ちょっともう <laughs> 見てなくちゃいけなくなるのかなって,ま大変って言いますよねだからそうそうね。ね 今まで動かないときがいいよとは言いますよね。今も2人並べてっていうのはできないんじゃない寝返り打ち始めたら。潰したりとか、そうですか。だから心配なのは、ベッドじゃなかったんですよ、今まで。ベッド、一応あることあるんですけど、まあ布団でいいかなと、寝返りしないから。でもこれからはね、ちょっと考えないといけないですね、ベッドで寝かさないとからうん そうなんですよ。ベッド一つしかないんですよ、まだ。今、募集したらベッド募集。ベビーベッド一つレンタル募集中。レンタルでもいいですよね。借りたらいいよ。ぜひぜひ。あっという間にメッセージが。メッセージ来てるよ。ほらほら。どうやってわかるのこれちょっとこっち。あれなんかメッセージでやり取りが始まってますね。ツーえっと、ちょっと呼んでいきましょうか。うん。 銀座のエンジェルさんがですね、こんばんは、今週も帰りの山手線の中から拝見させていただきます、はい、そしたら、その次に佐藤さんかな、うん、あれ、俺も山,山手線に乗ってる、すごいすごいおっい内地の人が聞いてるってことそうですよ、そうそうそう、出会いじゃない、出会い。まあ銀座のエンジェルさんですかね、銀座ですかね、おそらく東京、ね、飲みに行ったらいいんじゃないそのまま、二人でそしたら、偶然ですね、自分は外回りですよ、おどっちだ どっち回りだ回り、えー、品川・渋谷方面、うん、上野ですよもしすれ違っても気づかないよね笑い、えー、本当わかりませんね笑いそう <laughs> いうふうにイキ,ャスイキャス上であがって言ってたのがかあったらあがって言ったらあの人みたいな合言葉は設定しておくわけですね、うんうん、いいですね沖縄風な顔して歩いておくとかねそ、うん <laughs> な顔しいさ <laughs> これでね、もし会うことができたら、行ってみればオフ会みたいな感じですよね。すごいね。行こうじゃ、東京行こう。これで、結婚したら、もっとすごいね。話の盛り上がり。すごいな。映画になるよや。ん。夕方メール封じだね。ありえるかもしれないですね。結構。なんか。本、本土の方から、内地の方から見てる方多いので。そうなんだ。多いですよ。なんで友達がいるの?。 わかんない。初めましての人はいっぱいいますよ。そうなの、佐藤さんが合言葉、笑い。あが、あが。あが、あが。ほかなんじゃない。あがって、いちゃりばちょうでとかね。ああ。いちゃりばちょうでって、わかりますかね。わからないでしょう。わからない。最近テレビ、よくね、沖縄の人出るし。うちけよくよく出てるしね。どういう意味ですか、けんちゃんさん。え、いちゃりばちょう。いちゃりばちょうで。うん。 はい言葉小ザって変えられました。小ザでもいいね。小ザもね。なんだその言葉って感じです。小ザ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 って十回言ってからね。ここは膝みたいな。間違いない。肘出し。アガって。クエスチョンマークできてますよ。あアガもわからない。イチャリバ長でもまあわからないよねもちろんね。うん。そう。でエバ兄弟よね。アガっていうのはですねもう。

出ちゃうから出ちゃうんだよね。いつぐらいから言い始めるのかな ?3 歳やってみるか、統計。3歳叩いてみて、上がっていった。行事虐待ですけど。まるよだから。ダメですよ、それは。そうだね、そういう変ないたずらしちゃいけないね。大人だよ。あ言い山内局長っていうことね。山内局長。さっき通ってたね。 あ誰かいたの、うん、さっきこっちが通っていってねうん,うん局長なんか通りましたねうんそうですねぜひぜひ会うようにどうにか努力してみてはいかがですかね <laughs> そうだね <laughs> 会ったらなんか報告してくださいね <laughs> い <laughs> 応援してます2 <laughs> <あ>二人の恋をみたいな <laughs> <laughs> まあそんなどちらけの話は置いといて <laughs> 本当に今日は何のあれですか 告知でいらっしゃったんですかゲストさん。こんなねゆんたくじゃなかったんだよね。あ暇だったから来たんじゃなかった？あ違うか。違うさ。今日じゃ告知があるんです。告知の方でこれしちゃうんですか。えっとゲストさんがちょっと今お外で。そうですね。子供さんと。ね赤ちゃんいるからね。ちょっとねちっちゃいお子さんと来てたのでちょっとね寝起きだったのか。いやいやが始まっちゃってたんで私がじゃえっとですね。これ読んでますね。見えるかな。 さあ野原へ行こうという題でえっと何映画があります映画映画映画じゃないね映写会そうですね映写会の案内ですねこれはそうですねあのドキュメンタリー私横文字ダメなんですよパ文字だっけリパムパムも言い切れなくてパリパムパムは横文字なのあれ横文字じゃない でドキュメンタリーがあって、その宣伝なんですけど、えっとこれはね、どんなのの？えっとですね、上映会という形で、日にちとじゃあ場所とからそうですね。日にちが三月六日来る日曜日です。今週ですね。で場所がコープ沖縄の二階でやりますので、これ事前の申し込みがあったと思うので、もし 気になる方はえーとコープさんどちらがいいかなあ問い合わせありましたコープの八七九一一四一うって鳴ってますよあれごめんなさいゼロ九八ごめんちょっと嘘つきだろたまに嘘つくからあんまり信じない方がいいよゼロ九八八七九一一四四に問い合わせてみてくださいで上映が えと2回あるのかな午午前と午後で,、うん、で内容的なのは、うん、えと子どもたちを叱らず、うんえー、叱らないで伸び伸び育てる「うん、ダメとか、うん、例えば子どもが遊んでたらちっちゃい子が遊んでった時に「うん、危ないからダメとかって言うじゃない、うん、そんなのは言わずに伸、うん、び伸び育てるっていう方法でいきましょうみたいなそんな。 えーとね、保育自主保育なんて言うんでしたっけそういうのそうですね今日ゲストさんがちょっと入ってきてないので、ねうん、予定だったはずなのにそうなんですよねえっと要するに、えー、自主保育のそうですねそういうこれは神奈川県の鎌倉市で実践されている保育なんか保育体系っていうんですかねそ、うん、そういういのががあってそれが とても素晴らしいなんていうんですか。そうですね。このチラシの中に子どもたちが何かに頭突っ込んでる写真になって、鎌倉の里山が育てた子どもたちの記録映画。さあ、野原こう青空自主保育の三年間って書かれてますね。じ三年間のドキュメンタリーを上映するってことなんでしょうね。きっと。そうですね。で、それを実際沖縄でもやりつつあるグループがあって。 それが今回のゲストさんだったんですけどその集まりが自主保育ウルタンっていう集まりですか沖縄の方で活動しているのは主にウルマシヨミタンソ沖縄市などで公園や海などの自然の中に遊ぶことを目的に週2から3回活動していますそうみたいですね面白い子供もねすごいなんか伸び伸びしててもうあの 白くないんですよ顔がなんて言うんですえっと小麦色あ日に焼けてそう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 もう健康的なんですよおいいね実際ね今日来てるそうそうそうチビちゃん来てるんですけどちゃん来てるんですけどねでも一人目からこんなに育てるって勇気がいるよねいるよねだってもう大切に大切にとかっていうもう置かないよぐらいの勢いで抱っこするけど一人目はいやいやいやそんなのじゃなくてもう伸び伸び育てよっていう あでもいいことだと思います、そう最近僕も、うんまあ、ごめんなさい、ね、僕の話ばっかりで子供が生まれてね、うんあのー、最近、とても思うんですけど、うん、最近あの、外出て、うん、ベビーカーに乗せて、うん、公園を散歩したんですよ、うん、あまり、そういえば外出してないなと思って。うん、そうしたらとても 喜んでたんでだ笑ってたというかいつもお家の中でもう2人だからもうしっちゃかめっちゃかで追われてるんですけどなかなか外に出る機会が今はなかったのがちょっと反省しましたね外を出すだけでちっちゃいからわからないだろうなと思ったんですけどやっぱりわかるんですね伝わるというかいろんな刺激があるっていうから五感に刺激が与えられるからすごく自然でキョロキョロしてましたねいいっていうねこれからどどんん うう外に出して、うん、外に散歩していきたいなと思うんですけどね。いろ、うん、んなのにね触れ合えばね。うん、海もあるしね。うん、これいいですね。こういう自主保育、うん、これ何歳から対象とかあるんですかね。ないんじゃないですか。あ、そうなんですか。そうだよね。ジュンちゃんの子もまだちっちゃいんじゃない、うんかそう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 。うん、何歳？えっと二歳。二歳、二歳からもうやってるもんね。うん、も一歳ぐらいからも外で遊んでるはずなんで。うんうん、うちの子も自主保育る三番目は。 海に行ってそのまま置いといてこれは素敵法人だからよ大丈夫ですちょっと法人集中ねそれはまあでも元気に育ってますよまあそういうのがいいんでしょうねかうお家の中でほったらかしじゃなくて外に出て何か自由にさせるっていうやり方いいですねいいですよね教えてください今度どういうふうな そうですね。先輩方いますからねま。まずは3月6日日曜日、高崎、うん、な本部2階浦添市には西原1の2の1で、はい、1> 上映会が9時半と1時にありますので、そうですね。すね入場料もなんと今なら5万円のところ18歳以上大人1名500円。ああ安い。ああ <laughs> 100分の1。<laughs> 1> 500円なので。チケットプレゼントもあるんですか。 ハハハハハハハ聞いてませんでした今だかペアででもすごいですよねこういう上映会を開催する運びになってこれはその純ちゃんさんが自主的にやってるっていうような感じですかね沖縄の方のグループに入ってて何名ぐらいいるんかねどうなんですかね何名いるんだろう 面白いね。ぐらいはいるのかな。すごい伸び伸びだよね。子供なんかのこの伸び伸びしたので、またいろんなのが変わってくるんじゃないです。変わってくるよね。家庭でもまた学校とかでも、えっと自主的にいろんなことできる子が育つんじゃないかな。そうなんですね。どうですか、お二人の子様今まで。 ごめんなさい、あまり言っちゃいけない。自由に育ててますよ。自由すぎて、今日の卒業できないねえ、そこ、そこ自由みたいな。どんよりしてきたから話変えるもん。メッセージ来てますので、佐藤さんがですね、寝返りしながら、あがていうことで、そういうふうな感じで使いますね。 銀座のヘンジェルさんがいいねということで。よく冷蔵庫の角とかに小指。痛い想像しただけで。って言いますね。痛いよね、あれ痛い。じゃあ合言葉はあがあがで。あがまた古も違うよね。あがいだったあた違うまた言葉が違うんじゃない別の話うん。 あっちは言葉全く変わりますからね面白いよねそうそうミルク泡盛飲みたくなってきたねこんなのしたらおとりミルク泡盛んでそれ宮古でよく飲むよねああ飲んだことないですミルクで割るってことですそうそうワシミルクでああはいはいはいんか甘いカルアミルクみたいなもう最悪だよ次の日はでも美味しいからバンバン飲むからはあそういう飲み方があるんだ飲んだことないですねでもやったらいいよこと ってるんですかこれいや一生にそのまま入れてた気がするんだけど僕が飲んだ時わしミルク分かるでしょわしミルク分かりはするんですけどあまり食べたことはないけどね食べたことないうっそいちごにかけんかったもうコンデンスミルク世代練乳とか練乳世代うんもうチューブに入ってたってことうちわかったよね缶白い缶和紙の絵が描かれてるで2つ穴開けるわけよ 両サイドカンカンなんで出にくいから出にくいカラートローってしてるからそういうことですね多分ねスったりあごめんなさいそんな世代じゃないああびっくりーあんまり変わらんはずなのにね結構変わる変わる10ぐらい違うんじゃないですか10もっと違うと思う嘘あんち違うそうでしたかねへー面白ジェネレーションギャップだね じゃあどうしましょう、この「さあ野原へ行こう」という自主映画の上映会のご案内だったんですけれども、はいはい、また最後に日にちとか場所とかまた告知するということでねそうですね2曲目いって、ま、開けてからまたいろいろおしゃべりしましょうかはい、はい、2曲目, 2> 目<は>2曲目どうしようか、ね、<laughs> 悩んでるうん間に合わなかったんですよね、いろいろねいいよ、もう好きなので好きなんでいきましょうねじゃあ、はい、えっとですね。 ちょっと待ってくださいよじゃあザ・イエローモンキーでブリリアントワールドいいね あの黄色いのやねこのあと十五秒で始まるよとかそういうのですよ。うん。うん。で終わるよって。終わる？ああこの C M が。<laughs> <laughs> あれ始まらないですか。またこれがあと十八。うん、あの二個あるってことでね。あと一個あるよ。 あれは何で出す。ラインの。これ見てから。うん。何。わらび。

チェケラいつものジングルで開けてリクエストが来ています濱けんちゃん見てるよ一瞬だけ下ネタして宮城泉さんだめでしょ下ネタでもう一つもう一つリクエスト宮城泉さんイータンって呼んでるんですけど濱けんちゃん頼む家庭話の下ネタだめだろ ダメだろ。まだ早い、まだ早い。ちょっとね、僕らの番組にすみませんので、本瓶にお願いします。泉さん、ダメみたいですよ。いいんですよ。いいんだ。イータさんが言ってくれたら、それだね、紹介してもいいし。ああ、じゃあ記事に書いたらいいんじゃないイータンの最近はもう、全くないよ、みたいな。あピ P はどれかな すみませんねじゃあこんな感じで <laughs> <laughs> 一応この時間はいつもねあなたのハートに借りとおけっていう不動産の話をするんですけど今日はなおちゃんもお休みだし、うん、今日はもうお休みにして、うん、いいのいいです乗、はい、<laughs> っ取った感じだよね,ねだからよ大丈夫それでですね今メ,ッセージがメールが来てるんですよ、うん、ちょっとご紹介しますねはい「洋<お>、えー、ちゃんおじさんバリバリだよん今日は一人か寂しいなー ゲストさん2回目でしょ慣れてますね。女性の方も面白いですね。三 <laughs> 人さん、今日は高校の卒業式ですが、三人さんの卒業エピソード教えてください。じゃあ、最後まで楽しんでくださいということですね。ありがとうございます。まず僕からいっていいですかなんかいやいか、ね、僕は、ね、高校の卒業式、みんなと一緒に、ね、出れなかったんですよ。 <laughs> うん、これがですね、卒業式の、あ,あ出れましたんですけど、遅れていったんで、だいぶ遅れていきました。うん、というのも、その日の朝がですね、うん、大学入試の2次試験っていう、なんか、うんえ、そういうことがあるんだ。うん、あったんですよ。それで、小論文と、まあうん、僕は1次試験落ちてしまったので、うんまあ、最後の頼みということで、2次試験受けて、うん、それで、 朝から受けててですねその日は卒業式だったんですけどもう遅れていって何とかやったっていうまあ思い出がありますねちゃんともらったうんあとからあとからもらったんじゃみんなでそんなことしてなかったかなどんなだったかなあじゃあみんなであの筒のやらなかった最後のあのんかワーのとやあのは参加できたんですけどその式典自体は 遅れていったような記憶がありますね。そうなんだ。でまあおかげさまで卒業式も無事あ卒業式だあの大学のもう受かって受かった良かったさじゃんいい思い出になったさこれで落ちてたしまた栄誉にするところそういうことがありましたね。なるほど健太さんは何かあります？俺高校の時高校の時ねあれさんあれ 小麦粉的なあれあれはしたかなあれ今でもんかたびたびあるみたいですねうんあの話が回ってきますよあああああそうですかあそうか PTA されてるそうそうそう PTA ですよねだから気をつけてくださいみたいなうんええ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  大人いいみたな中学校の時のりのうちに何ス座ったから僕らの卒業の時へえもうどんだけ天ぷらできるか悪ゃない悪いじゃないのりのせいにしたらああいう時代もありましたねうんそういう時代でも本当だダメよね食べ物だもん食べ物あの。食べ物また落ちないんじゃないのあれ制服に着いたら落とすのも大変じゃない

身内受けしかしないネタとかダメよね多分ね王教の連覇でねこのチェーンネタはねチェーンネタまた夜の部で喋ったらいいんじゃないそうですねあれはねちょっと危ないからね島松に入らんと聞けないかもしれないしねお金取ります。そんな話はもうほどほどにして時間がないんですよ告知でぜひぜひその先週もねあのゲスト出ていただいたんですけど森田芳美さん団長率いる はい、わらびんさんの紹介ですよね。そうです、はい。わらびん。そう、そうなんです。はい。これ、どういった活動でしたっけ。<laughs> うん、そ,うそうなんですか。うん、そう、なんです。はい。わらびんなんです。わらびん。はい。わらびんって、あの、子供応援団わらびんでネットで検索すると、うん、フェイスブックページが出てくると。思うんですけど。うんうん、はい。それを見ていただけると、一番話が早いんですが。うん。あの。えっマス記念塾で。僕らは。二十期。 うん、吉見さんは21期ねそうですの吉見さんで PTA であの副会長僕会長してる時にしていただいたりとか、うん、縁があって、はい、でその吉見さんがあの自身も、うん、あのお下がり頂い,いてすごく助かった経済的にすごく助かったっていう経験の中から何かお手伝いができないかということで、うん、子ども応援団わらびを、うんを最初2人から。 とりあえず立ち上げようみたいな感じでんんんささとと違うあのそうだったんですねそこからいろんな人を巻き込んで生きつつ僕も何かあったら手伝ってねっていうことがあったのでじゃあホームページ手伝いますよって言ってホームページをそれを手がけてるんですね手けてこんな仕組みがいいんじゃないですかあんなんがいいんじゃないですか。 えとこれ見れるようにした方がいいんじゃないですかとかいうのを今試行錯誤しながらデータを作ったりとかしています。うん、でやっぱりニーズがあるみたいで声をこの団長が出してきたらいろんなところから、うん「あ,あるよ」とか「もらう」とか、うんうん、逆に「欲しい」とかいうのもいつも出てきてるようなのでニーズは、はいうん、あるんだなっていうのをすごく感じてます。制服リサイクルっって僕は考えもつかなかなたんですけどそういういことを 考えてたんですね。いろいろ。うん。うん、で、今日卒業式じゃないですか。高校生は。また、ね。うん、今日、もしかしたら大量のね、お下がり。なんていうんですかね。<laughs> そういう。ものが。ね。はい。出てるは。てるはずなのでね。そうそう。ぜひ。この番組聞いていらっしゃる方はね。そのわらびん。はい。わらびん。検索すれば出てくるんですか。そうですね。あの。 スマホでもインターネットで子供応援団まで入れないと多分出てこないとは思うんですけどまだ作ったばっかりなので,でもしあの聞いててあ持っていきたいっていう方がいるんだったらあの沖縄市の社協さんにああそちらでも社協さんの福祉何かだったわかんないなだろう上原さんのところチラシに載せてあるのでうんうん、うん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  沖縄市社,協、まあ、社協でね、なんか案内の方に聞いたら、たら多分ここに持ってって、沖縄市社協の地域福祉推進課ですね、社協持っていったら、聞いたら、多分わ分かると思うんですけど、うん、これは今のところ、沖縄市のみですよね、市内の。いや、団長欲張りになって、はい、どこでもいくらって言いしてます、<laughs> <laughs> 市外でも。<laughs> それがすごくし僕としては心配なんですけど、うん、これ、一い集まったらどうすんのって。 その時考えるっって笑さすがさすがよね太っ腹まずは行動して太っ腹具合で言ったらうちのネーネーの方があるんだけどそういう意味でそうそういうこと脂肪的にはね再脂肪的には私がいっぱいあるんですけどウるまシからでも声があったんだよねありましたねネーネーの実家はうるまシなのでああそうですかそこの方、友達とかあと他のメンバーとかからうんあるよっていうことの声かけはあったんですけど そうですね、これからですか、うん、中学生の卒業式はうちは12日ですね、3月12日あじゃあ今のうちにいろいろあの手この手で告知しておけばい、うん、いいかもしれないですね今日小座高校あの団長、えっと、小座高校の PTA 副会長をやっているので、うんうん、そこで教頭先生と話して、はい、チラシも配れたっていうふうに連絡はいただいているんですけど、中学校、高校うん 制服に限らず、体操着とかジャージとか、靴下はとか、靴下はいいかなと思うんですけど、赤白帽とか、茶色くなってるか赤白じゃなくて、赤茶色帽になってる、白がね、汚れやすいからね、汚れやすい、うちの次男の体育着とか、茶色になってるから、本当に、道路のまま遊ぶから、おちんよやみたいな。 今帽子もあるよね、中学生ね。うるよ嘘ないよ幼稚時あったいや、なかったですね。学生帽はなかったと思いますね。学生帽体操帽体操着の。ええ、ウケる可愛いの微妙。もうひげも生えてるよ、それをかわされるわけよ。はもう、あの、入った時に、ジャージと一緒に、セットになって。いるいるいらないと思うけど。 だから大移放流になったのかな、かぶらんから。先週も話し合ったんですけど、学生カバンだったり、あるいはランドセルとか、そういうのもできたらいいねとか話し合って、いろんな話が出てきて、面白かったですね、なんか。先週、面白かったね、ランリュックの話が出て、なんじゃそりゃと思ったんだけど。これね

あのー、はい、なんていうんですか。あさあ、野原へ行こうの上映。いね、はい、はい、もう一度、うん、うん、告知させてください。そうですね、はい、ちょっと。えっと、来る日曜日、三月六日、日曜日なんですけど。うんえー、上映が九時半と、あと二回目上映が十三時。うん、で、これは、えー、場所としては、コープ沖縄本部二階。浦、うんえー、添のバークレーズコートの真向かいになって、ああ、しょん。 横正面になってますね、コープ沖縄さん。で、問い合わせなんですけど、0988791144まで問い合わせして、いってください。結構いい映画だと思いますよね。お子さんのいる家庭ではね、なんかのびのび育てたり、自由に育てたり、そういう、たくさん参考になるところがいっぱいありそうな、興味そそられますね。い もしよかったら皆さんどうぞ行ってみてくださいわらびんのフェイスブックにも載せときましょうねそしたらそこから見たらねシェアしましょうそうですね検索でわらびんでいけばはい子ども応援団わらびんでフェイスブック入れるのでぜひ皆さんそこから「さあ野原栄子青空自習保育の3年間2016年3月6日日曜日9時半1時半2回上映になっています」今なら円 ということで、皆さん、もういいですか、もう閉みますよ、見に来てくださ <laughs>、はい。では、明日もちらさん、愉快なうどさん、<laughs> 今日も聞いてくれてありがとうさバイきバイ